皆さんこんにちは2019年卓研スーパー合格講座権利関係 A の第1回講義始めます担当はレックス専任講師水野と申しますどうぞよろしくお願いしますさていよいよですねスーパー合格講座2019年合格目標ですね、えー、これから始めてまいりますがまずはもう皆さんですね卓研試験まあ当然こちら見ていただいているということは受けようかな もしくはもう受けると決めている、え、もしくは悔しい思いしたから2008年リベンジでもう必ず合格というね気分でまあ見ていただいてると思いますが、まずは決めちゃいましょう。受かると2019年10月第3日曜日受かると決めてください。もう話はそこからです。受かりたいな、受かればいいな程度だとどうしてもね直前ねこう順調にこう右肩上がりにね、えー、合格いくっていう人ってね少ないんですよ。やっぱりどこかで 一生懸命勉強努力しててもスランプに陥ったりとかですよ、うん、体調が悪かったりこう問題との、まあ、波長というかね、うん、そういうのが悪くて変な点取っちゃったりして落ち込むことだったんですよそういった時にねもうこれがね1か月切ってるとね、うん、うわ今年ダメかもしれないみたいにね思い出すんですよねでそうするとね大体ねもう逃げに走るんですよね落ちた時の伏線張り出すんですよ大体体調が悪くなるんですよね最近頭が痛くて 首が痛くて、ケツが痛くてみたいな、あ、なんなんですか、痛くなくてもね、そうなんか体調悪いようなこう伏線を張るんですよね。あとは仕事が忙しくなったりするんですよ。うん、もう残業残業やることないのに残業して、もう忙しいのをこうアピールして、あ,あお前おっしゃってな残念だったが頑張ってたのに、うん残業で忙しかったからだからしょうがないよなみたいな慰めてほしいんですかね。要はね。 落ちた時の線を張り出すすんですよこれでもね今の達成試験ってところがえやっぱりこう受かればいいなとか、うん、まあ受かれラッキーだなーぐらいのねそういう気分でやってるとそんな簡単な試験じゃ今ないので絶対受かると決めてもうやるからにはもうやるもう,こう2019年の達成試験でおしまいと人生の達成試験おしまいこれぐらいの気持ちでください。 あのだめでも2019だめでも20も21も22もずっと続きますよ卓球試験は移植中のね1という大事な部分をこう担う資格ですからなくなりはしませんよ殴りはしないけどももう皆さんの人生で卓球試験は2019年最後えこのような気分を持ってそのような決意を持って始めてくださいまあそうすればねもう半分終わったようなもんなんですよ決意が決まれば。 だだけけど中身勉強しないと決意だけ持っててもダメでですすよね調子くれてそらそうですじゃあその努力をするのに、まあ、これから頑張っていくわけですがでまずあの勉強方法とかは随時随時ねこう言ってまいるんですが全体的にあのまずは満点狙っちゃいけないとかね改正点が大事だとかそういう話ももちろん中では散りばめんですが一番最初にねもしレックではあの無料でねあの動画であのガイダンスっていうのをねあのやってたりするんで。 要はねそこでねあの全体像をつかむとまずはいいかもしれませんえあの無料ですから誰でも見れますから、うん、でじゃあ中身今回はもう講座でねあの流用講座になっててもう中身見ていくんですが権利関係はいまずはやっていきますでこの権利関係テキストこちらですね3冊あるうちのこの権利関係はやはり一番難しいですなぜ難しいかったらまず民法というのが条文で千条以上あるんですよ千ですよ。 でやっぱり法律の試験というのは条文をもとに作られてるんですそうするとまずは条文で千条以上あるで条文が問題に出るって考えるだけでもそれでも莫大な量ですよねで千も覚えんのみたいな、うん、プラス判例あの卓権試験はこれ法律の試験でも学説というのは出ないんですよ学説というのは民法の学者とかがこういう考え方もあるんじゃないのっていうふうに出す考え方 要は法律の考え方をね、学説っていうんですけどその考え方の学説っていうのはこの試験には出ないんですよ判例一本なんですよだだからそののの分他の法律系の国家資格より基本的な簡単だと言われます。ただ簡単だと言われても初めて法律を学ぶなんて言ったらそりゃあ難しいのなんのしかも判例なんてものすごい何万もあるんですよ。おうまあ実際出てくるのは不動産のしかもまあ最高裁判所の判例というね うん、そこら辺がまあメインになるんですがそれでも何千何万って出てくるんですよ候補としたらそんなの全部で、ね、暗記でやってられますあのちなみに権利関係というこの分野は14問出てきます50問中14問ですただ14問を全部暗記でやろうとするとどうなるかです条文で千条以上そして判例でもう莫大な数えどうですかね満タンになりますよ 14問しか出ないのになので全部やってられます。やってられませんよね。そうなんです。まずはこの権利関係というのを絶対に満点狙うとかってやめてください。うん、あの宅建試験っていうのを受けるにあたって、例えば皆さんがえ。実は俺司法書士の受験生なんだと、うん、あの司法書士の受験生なんて宅建試験のね。民法権利関係お釣りきますからね。お釣りどころじゃないですよ。もう。 司法書士の勉強やってるイコール宅犬楽勝でしょっていう多分感じになるはずなんですよ。そういった方は満点狙ってもいいでしょうね。あと行政書士行政書士の民法とかだとやっぱり宅犬試験とちょっと外れるところなんで、うん、満点とか難しいと思いますでも、まあそれでも。やっぱり 公務員のね試験受けられてるか、まあ公務員の方も結構この卓見試験受けてるんですよね。そうすると法律で心ある人はそうですね、民法も権利関係もまあ十点近くね、うん、まあ早急にいけるようなレベルに上げれる方はいますが、まあこの講座はそういう方を対象にしてはません。うん、そういう方は自分でやるんです。うん、もう過去問やって、このあれなんて早引きでもして、で過去問やってきゃあ,あれはできるようになるでしょうね。 だけど、初めて法律を学ぶなんて言ったら、この権利関係はものすごい膨大。このテキストだけでも一冊膨大ですよね。で、その中から14問しか出てこないんですよ。全部覚えてられます。無理でしょうね。だから考え方なんです。だからまずはこちらのところ、権利関係という分野は全部で14問出てきます。14問中まあそうですね。もちろん志は高くちょっと目指すっていうのはそれはそれで構わないんですが。実質？ まあ最低ラインは77点半分です半分取りゃおんの字と言われている分野がここなんですそこをねまず取れ違えないでほしいんですよだいたい宅見試験を受かりたいんだけどえ取りたいんだけどでも権利関係最初に読んで権利関係であもう無理権利全然難しいしと根読んで意味は分かるんだけど問題あるとさっぱりみたいな、うん、だからもう私にはもう無理なんだ宅見っていう本のすげえもったいーないなと。 なんでたっけ確かに権利関係一番でね一番最初に権利関係やらせる学校多いですよ、えー、一番のテキスト多いですよだけどなんで全部見てから決めねえかなと、うん、で権利関係できるできるできないこんな合否関係ねえからとまあそれでも7点はやっぱり確保したいんですけどね、うん、そうしないとやっぱり合格ラインが高くなると権利関係2点3点じゃ難しいですさすがに当たり前ですがでね あの合格ラインって知ってます。あの宅建試験って一定じゃないですよ。6割取れば合格とか7割取れば合格30取れば合格3。5れば等価合格じゃないんですよ。その問題によって左右されるんですよ。問題が優しければ点数高いし、問題が難しいと点数が下がるんです。で、まあ、近年この10年内だと31点の年っていうのがあるんですけど、31点の年ってもう権利関係が火吹けたんですよ。 非副業な問題だったんですよ。どういう問題かというと、過去問やってても全然わかんないよ、これ。うん、暗記型の勉強で言るとね、もうね、取れないです。まあ、せいぜい三四問だった。そんな年が三十一点五分の年だったんですよ。行法制限はそんなに、まあ、年によってやりやすいやりにくいはありますけれども。そんなにぶれないんです。ところが権利関係って。土井ライトや、ものすげえ難しいんですよ。そういうのを追っかけちゃうと、逆に行法制限ができなくなっちゃう。うん、じゃあ、権利やらないでいいかったら、それは無理です。 あの本当に合格したいんであれば権利関係は捨てるっていうのはありえませんあのこれあの直前期になりますとねもう随分気が早い話ですけど直前期ラスト1ヶ月切った後になりますとね講師まあこれまともな講師は権利関係は控えめにと、うんまあ、やるなって生きる人もいますけどね、うん、う権利じゃないんですよ業法制限で覚えればやれば点数になるところを中心に直前期っていうのはやっていくもんなんですよ、うん、だけど法律やっぱり民法というものがあって その特別ルールが着地発火法そして宅建業法なんですよ要するにベースになることを知らないでい泳いだけやってもしょうがないですよね、うん、だからこの権利関係でも民法のところ、うん、権利関係でもこれはもうやっぱり業法とかそういうね、あの点数取らなきゃいけないところのその土台としてやっぱりやらなきゃいけないところもあるあと民法でも明らかに法律上の制限とか税金とかえ宅建業法よりも費用対効果いいところもあるんですよ そういったところやんなきゃいけないだからこの権利関係ってまあ、どこをちゃんとやるべきかそしてえやり方ですよもう暗記でポンじゃないですもう覚えてポンの問題じゃないんですよ現場思考力現場で考える力っていうのがこの試験は民法は特に大事ですあのだから暗記をしない勉強というね、えー、暗記しないで勉強って覚えるもんじゃないのと考え方も身につけてくださいそれを現場で考えてくださいで現場で皆さんが裁判官になったつもりで解いてみてくださいそうすると 点数があれなんかはっきり覚えてなかったけどずっと言ったんだけどと、うん、そういう方もねかなりいらっしゃいます。要するにこの 民法の問題、えー、特にあの権利関係のこの中でも民法の問題は暗記ではなくてちょっと考え方をねちょっと中心にやっていくというそういう意識を持ってこれから聞いて頂いければと思います。はいじゃあちょうど今日は一番最初なんでこの権利関係の姿勢というかね、まあ、ガイダンスってらねお話しさせていただきましたが中身入っていきたいと思います。でこちらですね「宅建けのお目次なんでございますがまあこれあの序章から1章2章ってねこの項目大きな項目はいまあやっていきますが、まあ、どういうところを 中心にやっていくか、え、そしてどこが大事か、うん、そうじゃないかっていうな、大体このテキストの最初に書いてあります。超品質 A ランクとか。うん、ただこの A ランクでもどういう点が大事なのか、どこまでやるべきなのか、そこら辺というので、ね、まあ講義で聞いておいていただければと思います。はい。じゃあまず今日は第一章で一大会はやっぱり言葉、うん、あの法律はやっぱり最初に言葉の壁っていうのがあるんですよ。法律用語を、うん、それをちゃんと理解し でさっき暗記はするなと申しましたが覚えなきゃダメなことはもちろんあります。こ、うん、この用語なななんか覚えなきゃいけないけところですでまずは意思表示というテーマがあるんですが意思表示さあここに出てる通りまあほぼ毎年のように何らかしら絡んできますよね。全く出てないな年もありますが、まあ、ほとんど毎年出てますよ、ね、ということはこの意思表示のところはまずは大品質えそしてねこの意思表示は問題出ると取れますね受験生の方は。何でかとというと 民ものによっては制限能力者から始まるようなテキストもあると思いますがまあやはり意思表示って最初の方のページに載ってることが多いんですよそうするとこの意思表示のねテーマって出ると受験生は「あこれはやったわこれだけは」みたいな、ねあ「これはさすがに見てるわ」みたいな。買って大体どんな人でもね本屋で買うじゃないですか本を56ページぐらいは読むんですよ。そかから捨捨ててるるんですけど捨てるというか本棚の 小やしになるんですよねで最初の方を読むんですよだから最初は読んでんです。うん、ということで皆さんは合格者なんだからここはやっぱり、えー、ちゃんと物にしてほしいですね。えー、直前期が慌てたてもなかなか入ってこないところではございますが今のうちならまだまだしっかり間に合いますからじゃあいきます。この意思表示で契約の成立というところを今日はやっていきますがさて13ページ見ていきましょう。まずは契約の成立契約って約束のことです。 でここにね文章で契約とは約束のことで伝てりますよね。じあのこれからやっぱり大事なところはチェックしますと線引いてくださいと私だったらボールペンでここガーッとチェックとで私はボールペンで引きますが皆さんは蛍光ペンとかね、うん、いい調子のなんか見やすいので塗るなりなんなりしてください。であのー、このマーカーを引くっていう作業はやっぱりこの塗ることによって頭にそこで 入ろううっていう意識になりますね後から読んだ時にここ大事なポイントだっていうのが分かりますからやっぱりなんとなく読んでるよりはやっっぱりあのマークししなががら行った方がよろいいかと思いますで私がマークしたところだけじゃなくて皆さんも大事だと思えばそれはそれでマークしてもいいんですがやり方というのは皆さんそれぞれなんでねただ例えばここ契約とは一言で言えば約束のことであってちょっと約束のことって二字になってますよねじゃあ二字になってるからこれ1,000塗るかって言ったら皆さん 契約とは約束のことです試験に出ると思います契約とは約束のことであるまるあるわけねえだろうな問題簡単すぎて、ええ、契約するとは約束のことではないいやもっとねえだろうと試験に出ないしこんなもん分かるわいとそう民法ってわかることチェックしようとしない,ください覚えようとしないでください契約とは約束のことですって暗記しなきゃいけない人います え皆さん長年生きてて、まあ、長年って何年生きてるか知りませんけどえ契約とは約束のことであって覚えなきゃいけない人いますいらないでしょ線塗るとこじゃないですよ、うん、だからチェックする時こう,こうマーカー本に塗る時って一回読んでからもう一回読んでそこで大事だなと思ったら塗る方がいいです。今何が言いたいかって言ったらこ1行目からずっと読んでると太字になるとなんか塗りたい衝動に駆られるんですよ。でそういうのね何でもかんでもチェック塗ってるとどうなると思いますもう、ね テキストが蛍光ペンでで塗った日すするんですよもうアートから見た時に大事なところかなんのか分かんない全部塗ってあるもう目がチッカチカしてピッカピカして何だか分かんないみたいなそういう可能性があるんですよ。うん、であの蛍光ペンなんかもちゃんとねこの色変えてこれが要件でこれが定義でこれが反証でとかこうちゃんと塗り分けてねやるというそういう蛍光ペンを意味を成しながらやるという勉強法もあるんです。 えー、覚えると、もう塗るから、全部塗れたら、全部覚えたというね。なんか、そういう暗記型の勉強の、試験だと、そういう蛍光ペンの使い方もあるんですよ。いろいろ蛍光ペンの使い方の、なんか、ここ、私も見ましたけどね。大体、竹の受験生って、まあ、そういうの言ってもね、もうね、感性のまま塗るんですよね。これ、なんで緑なんですか。でこれ緑で、これ紫で、なんで、なんで、これ色違うの?。って聞くと、あ、いや、そこにあったから。そう。 なんで紫か、そこに紫があったからと。ええー。ちょっ、みたいな感じですよね、えー。紫がそこにあったから塗ったともう。何も、なんかもうないんですよ。もうビジョンというか、なんかその目的意識が。ほんのもう、なんかギラギラさせるだけで、もうだめっつ。うだから、むやみやたらに塗るのはね、ちょっと三日前からやめなきゃと思います。うん、もう大体なんか、宅建受験生のテキストピッカピカして塗ってもうなんかこう。もう感性のままに塗ってるんですよね。 皆さんのお買い上げいただいたテキストですからどう使うと皆さんの自由ですがあんまりなんかピカピカさせるのはよろしくないと思いますよ。ごめんなさいだいぶ話長くやってじゃあ契約とは約束のことです一度契約を結ぶとその契約で決めた内容を守る必要があるから当たり前ーなのーと約束した内容は守るそりゃそうですよね、うん、じゃあその約束した内容を守るその契約それで特に、うん、売ります買いますの契約売買契約と言いますわかりますよねこれ。 何の一ページや、や何も覚えるところないですよね、うん。じゃあ中身見ていきます。じゃあ売買契約で不動産の売買契約でやっぱり宅建試験は見ていきましょうよ。えー、A という人が都の建物を売りたいと思いました。そこで売り出します。この家を一千万で売りまーすと。まあ広告とかチラシとか実際出すんでしょうけどね。うん、じゃあ売りまーす。でそれ見た人が見に行って、あ、ぜひ買いたいです一千万円。でこれ あまあ、まあ改めてちゃんとやりますけどね契約の時売りますうんあ喜んで買いますこれ A から提案これ申し込みって言います B 承諾覚える用語じゃないですお申し込み、ね、いいですよこれで契約が成立しますじゃあです売ります買いますじゃあこうなったらどうでしょうやっぱりこの1,000万円ものね不動産ですから当然契約書売買契約書を作ったりしますよね じゃあ売買契約書を作る何のためでしょうそうです証拠のためです約束しました、えー、証拠が残らないと A が B に金くれって言ってんのに言ってねえようなこと,と1000万円売ったって買うって言ったじゃないかと言ってねえよと言った言わないの水かけ論なんですよねだから証拠として残すんでしょうねそう契約書というのは証拠のために残すもんですそしてさらに この不動産の取引が特徴的なのは、例えば皆さんがスーパーで人参買うってたら、味わいね、うん、はい百八円になりますと、おう、まあこれ契約、お金払って物も,もらえますよね。不動産ってねちょっと違うんですよ。やっぱり売買契約というのを先行させて、そして後日代金払って、であと、当期という言葉。これは早いうち知っておいてください。当期って不動産が誰のものかっていうのは。 でで調べます陶器で反映させますあの登記って国側がまあ実際具体的に言うと法務局っていうところです。で法務局法務局って法務省の中の法務局っていうのもいろいろあるんですよ。いろんな功績だ人権課だなんだっていろんなのがある中のあと教託だなんだっていうのも業務やってる中のその中の登記書登記やる場所があるんです。 A から所有権移転登記、A から B に売りました買いましたで B に所有権が移りましたって誰のものかとか、あとは抵当権って聞いたことあります。抵当権、お金を借りる借金の担保です。例えば皆さんが住宅ローンで家買いますよね。そうすると銀行とかまあもしくは実際実務的には銀行の関連会社、まあ、保証会社っていうところがね抵当権売ってくることが多いです。まあ、お金を借りている人は要は金融機関が取り立ててきて払えないと。 金融も壊っちゃうんでうんでという要は万が一お金払えなければ競売できる権利競売ってま競売競売って国語では言いますが法律用語では裁判所で売りに出すあれを競売と言います競売競売で落札者が入金します裁判所にそれを回収する分配を受けて回収するというお金を借りる担保えこの不動産になってますよとか。 そのような不動産に関する権利は登記というのではい、示しまだからだから表札に例えば A さんの名前が書いてあっても A のものとはららないでだよね。だってだ借りて住んでる場合もあるんで。だからだ名義名義、ね、名義名義からだ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 から名義らだか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 らからだか これ所有権移転登記と言いますが登記をし引き渡しって言ったらこれ鍵を渡すことだと思ってください。鍵を渡す土地の場合はだいたい引き渡し確認書というね、うんまあ、書面でやるんですけどもどちらにしろお金を払ってそしたら大体同時に登記引き渡しをやるというこういう流れで売買契約って流れるんですよ。うん、じゃあですよ今のこの売買契約の流れさあです。 売買契約はいつ成立してんですかっていうのがここの話でございますいやいつっていやさ契約書作った時じゃねえ反抗した時じゃないのいやいやいや金払った時じゃ、ね、やっぱり契約が成立っていうのは、うん、違うんです。ここで A さんと B さんの売買契約はちょっとチェックいきますよ。申し込みと承諾の意思の合致によって成立チェック チェック申し込みと承諾の2つの意思が合致することによって成立はいチェックちゅうことは2番ですねそうなんですこの2番のところで契約が成立するんでございますうぅ、えー、契約書作った時じゃないのそうその下法律上売買、はい、契約が成立するためには契約書作成はいらないえー 不動産の売買契約契約書いらねえのそう民法ではいらないんですいらないんですえいらないんだと、うん、契約書の作成は口頭で成立したの証拠として残にしておくために行ってるのに過ぎないからそう契約の有効の成立要件ではないんです成立はしてんです口約束ででも証拠として契約書を作るだけで契約書作んだけは契約は有効にならないんじゃないんです これ、ええ、本当やわとや、えー、だって犯行じゃないけど契約有効ならないでしょ普通みたいなそうですあの民法って皆さん学ぶ時にいいですかこの問題が試験に出るかったらもう出ないです簡単すぎて、えー、もう入り口ですけどただ民法の土壌に土俵に民法というものを戦う時にまずは絶対に意識しなきゃいけないこと一般常識で考えな特に仕事やってる方いいですか あ自己紹介はりましたが私もですね一応、まあ、行政書士っていうねあのお仕事とあと不動産会社ですねやってるんですよ、うん、で売買とかもやったりしてるんですよ、まあ、大体今はねもう忙しくて他の業者にもあるだけするんですけどやっぱり最後の大事なところは決済だ,から決済だ引き渡しだとかね、うん、そこら辺はちゃんと自分で行きますからね、うん、じゃあまあ一応やってるんですよ仕事をねそうするとねこれね仕事やってたらね多分ブレると思うんですよ契約書作るに決まってんしょみたいな、うん、そうなんです仕事の知識 特に不動産業者で働いている方仕事の知識で民法を解くと外しまくります。だから大変なんです。この資格はえ机の上でちゃんとお勉強してますか、あなたの試験なんです。仕事いっぱいしてますかじゃないんです。だから実務の経験で仕事で仕事で仕事の知識で問題解くと、この宅建試験は全然受かんないことになるんですよ。あのそれぐらい言っておきますよ、全然受かんないという。 卓試式において実務の仕事の知識が役立つのはもう唯一あそこは、まあ、あの専門用大所低層住居専用地域とか普通の人だと全然見たことないような言葉とかがやっぱり仕事である程度契約書とか重説書とかね、うん、関わらなくても見ているんですよ。そうするとそれなりに馴染みがあるからまあ結構スムーズに入れるんですよね。ところが、えー、逆に 宅建業法ですら試験の話と実務の話仕事の話違うところですよ民法なんてさえたらもう民法なんて特約特約特約でもうね仕事をやってると民法の面影ないぐらいになってるんですよだからね仕事の知識で、ね、解く癖をまずはなくしてくださいだから逆にいや全然自分不動産の業界とかわかんないんですよいい感じですえ法律とか全然知らないんですよいい感じです宅建試験をマダムにあたって中途半端な法律の勉強はいらないんです 逆に法律すごい頑張ってる方お勉強してる方って学説はんだっていうのが邪魔したりするんですよそこでえあと卓球試験の出方っていうのはもう卓越のちょっと引っ掛けの特有なものがありますからねやっぱりちょっと別問として捉えていただけんですよ、うん、で特に一番わしが悲しいのが頑張ってんだけど全然できるようにならない絶対に分かんない問題を仕事で解いてんですよ仕事上の「ああ」だったからきっとこうだろうなと外すんですよ、うん、だから 拒問免除っていうのがあるんですよね事業者の人にはうん、あれね拒問免除持ってない人から言ったらね卑怯だぞと来たよとなんであんな変なたちょろい講習で5点ももらって不公平じゃねえか世の中みたいなそういう方なんですけどね不公平じゃないですというか拒問ぐらいもらってもはっきり言って仕事の知識って仕事で入った知識ってすっごい強烈に残るんですよ、うん、それで解こうとすると外すんですよもうね一度その知識を全部排除しなきゃいけないっていうね そういういい作業は御殿道路じゃないです、うん、だからねあの業者の方はいつか浮かんだろうっていつまでたっても浮かんないですからね、うん、あの心を入れ替えないと心を入れ替えるというのは仕事はいいんです頑張ってくださいだけど試験やる時は試験の土俵に上ってくださいあいじゃあなかなかすいませんねまとめます契約書なんてなくても契約は成立するって言うんですだから実際不動産じゃなくてガムの売買契約だと思ってくださいガムガ,ガムってあれですよ缶んで味がするあのガムですよ 例えば駅の売店で、すいませんおばちゃんこれちょうだいと、うん、はいじゃあ108円ねと。契約書作ります作んないっすよね。そうなんですよ。別に売買契約なんて口頭でも成立するんです。意思の合致で成立するんです。契約書は証拠に過ぎないですね。口頭でも有効になるということです。で、それが合格ステップ1に出てます。16ページの1。契約は原則として意思の合致によって成立し、契約の成立には書面の作成は必要ではない。うん、赤になってますが。 A になってますがこれがそのまま出ることはもうないと思いますだけどそうか契約書作るなんて当たり前だと思ってたけど民法では当たり前じゃないんだそういう当たり前じゃねえんだってなったところを刷り込んでください要するにこの民法の問題って何も丸腰であっても日本語を読む力要は国語力ですねそれがあるとね民法って全然勉強してないけどなんか。 十点近く取れちゃって、どうしましょうみたいな。お前、まあ、自分かおやみたいな。そういう悩みを持った方いいんですよ。でも、気持ちはわかるんです。みんな難しいって言ってるのに、勉強してないのに、なんか当たっちゃう。だから、当たっちゃうから、勉強し、する気になんないんだけど、どうしましょうみたいなね。うん。いやいやいや、じゃ、できないとこ学んだから、やれよっていう話なんですけど。あの、それは、そういう方はね。民法の考え方と、自分の思考回路が近いんですよ。だから、それは素晴らしいことなんです。その、その意識、大事ください。逆に、ええー、ってなったところ、を覚えてください。 うん、これが民法をやるコツです、うん、要は自分の感性一般的な感性自分で出てくることをそれが当たり前だと思ったら覚える必要はないんです現場でもできますからだけどえーって思ったことはそこ民法のの考え方とと自分の感性が違う,と思うんですよそれを覚えていくことによって民法がだん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 潰れてきて、えー、全部案件なんていらなくなりますからということでございます。 だから最低限覚えなきゃいけないことっていうのはまずは自分自身の感性とその民法の問題をやって間違えたところの意識が違う感覚が違うそういったところをね擦り込んでいくまあここはまず第一の論点だと思いますあとはごめんなさいえっ、ー、と14ページに条件と期限っていうのがあるんですが条件はい15ページ一番上です付加する制限のことを条件と言います何これらとまあ読んでおきます海外転勤の事例が出たら自らが家屋を売却するというあ、はい 売却の時に海外転勤の事例が出たら売ります要はニューヨークに転勤になる可能性があるんでそうなったら正式に売りますというでもそのニューヨークに転勤になるかどうかは不確定の事実ですよねだからニューヨークにもう行くかもしれない行ったらもう日本には多分いないんですようちの会社は海外1回出たらもうずっと永住なんですよとだったらもう日本の物件はこの大阪にある物件はいらないので売りますと。 要はニューヨークで転勤になったらこの物件売ります。大阪のこの物件売ります。これは条件付きの売買契約ですね。で、この条件付きに条件って意味が分かんない方はいないと思います。停止条件というのと、グリ解除条件というのが r。これです。停止解除難しいですね。こういう言葉がねで解除条件というのが多分簡単です。条件が成就したら解除になるってことです。 じゃあ例えばですよ1個例を挙げときます。解除条件。解除って契約がなかったことになる。契約が白紙になる。というイメージは持ってくださいね。解除だから。やめるってことです。うん、じゃあ例えばです。会社って独身料とかってありますよね。うん、じゃあその独身料っていうのは独身だから独身料ってんですよね。もし例えばえ、じゃあ22歳で入社して26歳で結婚するってなったら、結婚したら出てってもらいますよ。独身料ってなったら。 これ独身料って、ま、た例えば賃貸借契約どうでしょう結婚したら出てってもらいますよ結婚したら解除ってことですよね、うん、要するに結婚という条件が成就したらもう賃貸借契約解除ですこういうのを解除条件で言います条件が成就すると契約がなかったことになるそれに対して停止条件条件が成就したら契約が成立するこれ停止条件で言います ななんんで停止なんだよっていうだから言葉のこういうニュアンスが難しいですよね。止まるってなんだよっていう。うん、これねあやふやな状態が止まると思ってください。要するに天気私がですよ皆さんにですよあれニューヨークに天気になりそうだからニューヨーク天気になったら売るから、うん、休めに3,000万で売るからうちの家とありがとうじゃあ楽しみしてるよと。うん。条件成就しなかったらごめんねなかったことでと。うん。成就しないと成就しない。でも転勤決まったから正式に はい、成就した成就することによってあやふな状態が止まりますねこれ停止条件こんな風にイメージしてください解除条件は解除契約はなかったことある停止も解除もなんか終わるっていう両方感じなんでねこの言葉はやっぱりある程度意味が分かってないと停止条件付き売買契約とか停止条件付きっていう言葉がこの後出てきます、ね、特に宅建業法にも出てきます宅建業法は満点でやらなきゃいけないんですだから 急になんか満点とかってなんだっけなんだみたいになるからだからあの一番最初にもう無料でいいからあのガイダンス30分ぐらいやってるんでね「卓、う、研、ん、業法は満点狙う科目です」「なぜなら狭い範囲からいっぱい出るからです」とかってやってるんですよだそういう総論みたいなねまあ見とくとスムーズかなって言ったのはそこです、うん、ただまあもうね卓研業法満点狙うなんでも卓研業法なんてもう知ることなんでまあ今更見なくてもいいですけどねとりあえず停止条件っていうのは条件が成就したら有効になるこれが停止条件それに対して「期限」という言葉があるんですね期限 何期限と、うん、確定期限と不確定期限はい確定期限チェック不確定期限チェック確定期限不確定期限期限という言葉はい限りある期日と書いて期限これに例えばです例を挙げますよじゃあまずは確定期限っ言ったら2019年の10月14日に引き渡しますと、うん、これ何年何月何日っていう明確な「はい。 日ににち決めるののの確確定定期期期限限ととと言言いいいいいままますすすいついつになったら渡しますというこうう必ず来るのが確定期限で不確定期限というのはえ例えばです私が皆さんに家を売るところがうちの親がまだ生きてる死ぬまで俺はこの家にいたい病院には行きたくないえ俺はここを天井を全うさせてくれあった親父じとえじゃあ俺も金ないから売るけどもえとりあえず親父が入れるように交渉してみるわということで皆さんに3,000万でうちの家を売る。 でもね実は今うちの親父が住んでんだ、うん、うちの親父が生まれた家なんだよ、えー、申し訳ないけどうちの親父がもう嫁いくばっかだから亡くなったら引き渡すっていう条件でもいいですかとなかなかそんな条件も飲んでくるんですけどね普通飼い主はでも皆さんお優しかったわかりましたお父さんがそういうことであればお父さんが亡くなったら引き渡しでいいですよとうちの親父が亡くなったら引き渡すというそういう売買、はい、契約をしました、うん、うちの親父に亡くなりましたはい これ不確定期限言いますんじゃあお父さんが亡くなったら引き渡す条件じゃないのお父さんが亡くなったらそうなんですよあの言葉って何やにしたら有効ですって言ったら条件っぽいんですよね違うんです不確定期限というのは必ず来るんです。でもいいつななるか分かんないこれが不確定期限要は期限というのは絶対に、はい、将来発生の確実な一定な事故。 必ず来るんです。要は人間ってね。悲しいからやっぱり必ず亡くなるんですね。いつかはいつになるかわかんないんです。余命半年って言っても10年ぐらい生きる人もいるしね。3日後にもう亡くなっちゃう方もいるんですよね。だからね。いつになるかわかんない。ただいつになるかわかんないけど、必ず来るから不確定期限と言います。だからお父さんが亡くなったら引き渡すっていうのは条件じゃないんです。不確定期限なんです。へえ、そこ覚えるのと、うん、覚えるんじゃなくてへーっていう感じで見る子です。 あの民法ってね往々にして暗記ではないんです本当に、うん、なぜなんでそんなことを言うかというと私ができるからでですえ私ができるって、うん、私そんなに嫌いじゃないですよ、うん、かなり託研試験では民法の話はデフォルメしてますが民法好きなんですよなんでかって覚えなくていいからです、はい、覚えなくても大体1を聞いてると大体、うん、10こう当たるんですよ、うん、もうちょっとパズルというかねもう思考からなんですよきっとこうじゃないかな当たるんですよ ああそうなるんですよこうなったら儲け者なんですよ要は民法って全部を全部暗記する私ね覚えられないんですよ興味ないことほ <laughs> んとに興味なくてどうしようもないですよもう,もうやる気も全然しませんでしたから私だけど民法はねなんかちゃんと考え方やるとねあと国語って本を読むのは私そんなに嫌いじゃないんですよだから日本語読めれば民法ってねどん全然苦労しないんですよね、うん、だけどこういう言葉 最初大変ですよね覚えなきゃいけないのと言うといや覚えるんじゃなくてそうか期限って絶対来るのね深くてはいつになるか分かんないのねそういう言葉でちょっと一個一個イメージ膨らましてみてくださいあとは無効とと取りり消しというののがあまますすねここれ散々この後出てき無効っていうのと取り消しさあ無効契約が成立しないこと取り消し契約をなかったことにすること違うんです無効っていうのは最初からない取り消しっていうのは成立したものをなかったことにするのが取り消し よろししいいでしょうかはい、じゃあですね一旦ですねこうあの前半後半で前半1時間10分で10分休憩なんですが途中でですねブレイクタイムっていうのをね入れるのでまあちょっと伸び伸びみたいな感じでねしてくださいじゃあブレイク入れます。